本日の対談のお相手は、株式会社ムーンスターの直属部部長様であります。えー、細谷浩信さんです、えー。本日の対談のお相手、細谷さんです。今日はどうも、お忙しい中、ありがとうございます。こちらですね。あの恒例となっております。あのおあつらい、ネクタイなんですけれども。ああうもう、細谷さん、ちょっと最初にお見受けした時に、この色に合うな。 どうぞ開けてください世界に1個しかない日本の歴史がぎゅっと詰まっているてい,、えー、いいですねこの「大厚原絵」っていうそうですね今そういうあの心っていうのが忘れてるわけではないですけれども、はい、日本のまあ象徴じゃないかっていうことで当社の、はいえー、創業者の,、はい、あの言葉と言葉の中にですね、はい えー、うちの会社の看板となっているのがおあつらい向け、はい、お好み次第っていうんですよあ <laughs> ね実は嬉しいですねおあつらい向けお好み次第はいあいいですねはいこの色がちょっとお似合いなのかなちょっとこう,こう差し込んでいただけるとあお似合いですわ <laughs> はいまさかここにお越し頂くことになるとは夢夢思ってなかったんですが、えー、私もそうです <laughs> あの本当にいろんなあのきっかけというかあの偶然が重なったわけなんですけれども、はい、同い年なんですよねまず1956年生まれ、はい、ここはちょっとシークレットなんですが何月生まれでいらっしゃいますか ほとんど一年、私の方がお姉さんな感じなんですけども、四 <laughs> 月生まれなんですよね。はい、そういうあのー、ご縁、あれ千九百五十六年の二月生まれで,ですか？五十六年の二月だから、僕が、ああそうですね、失礼いたしました。あのー、もうここはもう率直に申し訳ありません。<laughs> そうですね。一学年上なんかな、ね。そうですね。一、はい、学年上ですね。 ですけれども、そういうもうジェネレーションが全く感じないですね。感じないというところと、ねはい、<laughs> あ、感じないというかまあ一緒だっていうことと、あとはあのキーワードが放送陸上だったんですよね。そうなんですね。中学校の時に本当に走らさられて、<laughs> うん、でやっとたどり着いたのが陸上、の放送陸上だったってい,う,う,、ね、いう。放送陸上ですよね。<laughs> 今あの放送陸上を知っている人たちの年齢って言ったら、もう確実に45歳で。 そうですそうですぐらいでしょうね。はい、ですからもう陸上をやっている人たちにとっては放送陸上はその当時憧れでしたもんね。憧れですよね、えー。それに出れるだけでも大したもんだっていうような評価でしたから。そうですよね。はい、特にまあ田舎に住んでますとね。そうです、ね、地方に住んでますと、はい、そういうその全国で競うっていうそう,そういう舞台はもう放送あれラジオですもんね。そうですあ。テレビでもやってましたよ。やってましたですよね。はい 全国大会の放送陸上はね、予選予選のところはあのやってませんでしたけど、やってませんでしたけどね。そこで上位に入らないと東京にはいけませんから。そこですよね。はい、まあそういうそのまだらかしいというか <laughs> 非常にこう段階を踏んでいくっていうその中に、えー、お互いに 1, い、ね、1500メートル <laughs> 走られてて、私ももう100とか短距離跳躍をやってたんですけども、そこが 最初の出会いの時にいろいろお話をしてて共通だねということで、はい、あの放送陸上といえばあのその当時の、まあ、靴っていうことですから靴だと、まあ、当然私は中学校の時はスパイクは履いて、はい、私は履いてました試合の時だけねああそうですよね,ねただあの練習でアップをする時は常にあのアップシューズ、ね、それがもうーズ。それがもう ええ一年間に何足も使うからそんなに高いの買えなかったんですよね。そう,なんで,すそうなんですよね。で、あの布なんですよね。はい。実は持ってきてるんです。あ、そうなんですか？その当そその当時。そあそれです。これです。これこれこれです。まさにこれですよね。このあの布の目地にいっぱいグランドの土が、はい、細かいのが埃が入っても白くなってるのは一日で。 <雨><あ>雨のなんかかすごかったでしょうここ黒くなってシミになっちゃってこの辺が跳ねちゃってでもそれを洗って使い洗って使いなんですよでそのうちこう結んでるこの紐がヨタヨタになってプチッとこうこのラインとかも切れなかったですか切れましたねこの縫い目のところがちょっと当時二重に縫ってましたかねっていう感じもあるんですけどもねこれがですね作られた年代っていうのが1 0 0年 えと1970年代前半ぐらいだったと思いますね。あそうですね、はい、これがあのきっかけになったのは、うん、東京オリンピックの時の、うんえー、マラソンで、はい、アベベが走ったでしょ、はい、いやそれはその前の大会で裸足出して、ね、東京の時に初めて靴を履いてオリンピックで走って世界記録を出したんですよ。 あれ東京ですか、うん、その当時鬼塚タイガーの靴だったと思いますけどね,そ,うですねそれがあのきっかけでこういうライン入りの靴というのがどんどん普及していったんですねそうですね、はい、このおちょっと鬼塚タイガーに見えちゃうっていう、ね <laughs> まあ、それとは違うんですけどね、うん、厳密に言えば、はい、でもこれがその憧れのというか当時,当時も今もそうですけれども、うん、こうなんかとてもこうスピ,スピード感があるラインですね このの流線型のっていう感じがで、ね、で各メーカーともにそういうようなスタイルの商品をたくさん作ってましたよね、うん、当時は日本製でしたけど当社もこのプライス帯をずっとある程度維持するために日本から韓国に行って今中国で作っててだから、まあ、中国で物を作って日本に輸入してますけど、うん、基本的にはベースになっているスタイルっていうのは 変わってないんですね。はい<で>うん。ということは時を超えて今私がこうやって持たらあのせていただいているこれっていうのはもう、まあ、ほぼ原型のまま。原型のままですね。私の中学校時代に愛用してたまま。そうですそうです。はい、時を超えました。はい、戻ってきましたって感じですかね。<laughs> 本当に懐かしいですね。しかもこのデザインっていうのが古くないんですね。そうです、ね、むしろこうノスタルジーが新しいっていう。うん 今の若いあの人たちがこれをパッと見たときに、うんはい、表現する言葉として可愛いって言うんですね。そこはすっごくセンシティブだと思いますね。可愛、ね、い,いっていうのが。そうなんですよ。だからあのいろんなその私も例えばアパレルさんとか、はい、あのセレクト系のお店とか、そういうところで話をするのに話題になるには。うんうん 結構この靴がね。あの。なんてうんですかね、えー。出されるケースが多いですね。うん、そうですね。はい、それであの、最初の頃。お電話でだったのか、あ、あ、あの、合わせていただいた時に。はい,はい。その、私がものすごく、こう感動してしまったのは。あの、御社の前身が。地下旅っていうことで。あ、<laughs> そうなんです。そこはですね、もう震えましたよね。<laughs> あの全身って今今も近方旅作ってるんですけどあ作ってますでしょうけどね、はい、ベースになっているはいえー、っと元々当社は明治六年に創業して、はい、今年で百三十七年目になるんですけど続いてるんですよねもと、えー、々あの座敷式旅のはいを作ってた会社なんですけどね、はい、まあそれで えー、西南戦争の時に大量に、うん、あの軍足旅を収めたりいろんなことをしながら苦痛に変わっていったんですけども地下旅を開発し始めたのが大正9年です要はそのゴム底を、はい、下流圧着で貼り付けるようなスタイルの地下足袋になったのが開発したのが、うん、大正9年で。 で実際に販売し始めたのが大正11年からっていうふうにあ,あそうなんですか軍足っ,っていうのはちょっとあの細かいディテールが出てこないんですけれどもえあの座敷旅とは違ってっあの縫い目がもっと複雑な状態になってて、ね、丈夫になってるスタイルですねそれにあの例えば草履とか、はい、そういうのをか,あのかまして走って歩くスタイルですねあ,あそうですか ですからあのよく戦国時代に旅にこに、うんはい、履いてあ,ります、ね、あのスタイルだったというふうにもういかにその歴史が長いかっていう,のはそうですねまるでその歴史の教科書に絵として出てくる <laughs> あれがうちだっていう感じのところまでありますもんねだからこういう,うあの、まあ、こういうスニーカーの普通のスニーカーの原型になっているものも、はいえー、大正12年から作り始めたっていうふうに聞いております。